エアロバス、サヌキエクスプレス、福岡号撮影、福岡天神セレガー・アール・高松エクスプレス、京都号撮影、京都駅前進セレガハロー・ブリッジ号撮影、新宿高速バスターミナルエアロキング・ハロー・ブリッジ号、エアロエース、サヌキエクスプレス、神戸撮影、緑・パーキング・エリア、四国高速バス株式会社は、香川県高松市に、本社のある高速バス専業のバス会社である、 愛称は四校バス。1988年の瀬戸大橋開通を機に、香川県の路線バス事業者である、ことバス、ことひら三宮電鉄、大川自動車が、香川県と他県を結ぶ、都市間高速バスの検討を行ったが、香川県の人口規模を勘案すると各社が独自に、高速バスを運行することは、難しいと判断し、3社が資本金の3分の1。 ずつを出資して設立した長距離高速バス専業の会社である。設立にあたっては、こトデンバス出身の白川光人がバス2台、乗務員5名という前例のない小規模企業による運行免許取得に主導的役割を果たしたという、開業当初の車庫は、こトデンバス新バス車庫を退職していた。当初の出資3社のうち、こ平三宮電鉄は2009年4月1日に、 バス事業を大川自動車の子会社であること3バスに事業上としたが、ことひら三宮電鉄保有の四国高速バス株式の扱いは一旦こと3バスに移された後、出資比率調整のためこと電バスと大川自動車に上とされ、現在はこの両社の接班出資となっている。また、こと電バスが現在高松ことひら電気鉄道の完全子会社となっている関係上、 四国高速バスはことでの持ち分法適用会社ともなっている。高松市に本社、営業所を有するほか、複数の営業窓口を有する。以下のバス停には、JR 四国バスとの共同発見窓口がある。高松駅、夢タウン高松のチケットセンターには、両社それぞれの係員が常駐し、両社の販売システムに対応したチケット発行端末機を設置。ただし、 夢タウン高松では四国高速バスの係員は昼休みのため12時30分13時30分に不在となる。夢タウン高松、高松中央インターバスターミナルには発車をライネットと接続された自動券売機が設置。以下のバス停にはバス利用客対象の48時間無料駐車場がある。四国高速バスの乗車券はことでんバス 大川自動車でも予約、発見可能である、停車バス停留所などの路線の詳細は、各項目参照のこと、運行開始当初の四国高速バスハローブリッジ号、日野ブルーリーボングランデッカ丸亀市、坂出市、高松市と神奈川県横浜市、東京都渋谷区、八王子市を結ぶ、夜行高速バス路線、西東京バスとの共同運行。 四国高速バスが初めて手掛けた路線でもある。停車停留所丸亀駅。全通時インターバスターミナル境出駅高松駅。高速バスターミナル夢タウン高松高松中央。インターバスターミナル高速三木高速シド高速。津田。高速台内高速引田横浜駅西口。バスタ新宿遠隔使用車両。三菱不装エアロエースが使用される。運行開始当初は、 日のブルーリボングランデッカを導入しており、日のセレガ、二代目セレガ、三菱不装エアロバス、エアロクイーンアイが使用された時期もあった。サヌキエクスプレス、大阪号丸亀発着便丸亀市、全通寺市、坂井出市と兵庫県神戸市、大阪府大阪市を結ぶ、中高高速バス路線、運行開始から2012年まで、阪急バス、新規バス、2002年から2011年まで、 西日本 JR バス。2002年から2017年まで JR 四国バスとの共同運行であったが、2017年7月1日から四国高速バスの単独運行。停車停留所丸亀駅丸亀競技場東。全通知インターバスターミナル高速丸亀、高速舞子、三宮バスターミナル阪急三番街。高速バスターミナル港町バスターミナル。 遠隔使用車両日ノセレガもしくは三菱不装、エアロエースの後部トイレと、無料 Wi-Fi スポットを装備した独立三列シート車が使用される。以前は、日ノブルーリボングランデッカ、セレガ、セレガール、三菱不装エアロバス、エアロクイーンアイが使用された時期もあった。サヌキエクスプレス、福岡号丸亀市、堺井出市、高松市と福岡県北九州市、福岡市を結ぶ、 夜行高速バス路線。2007年7月1日運行開始。運行開始時は、西鉄高速バスとの共同運行であったが、2018年4月1日から、単独運行となった。運行経路、停車停留所、ト時は停留所、または途中休憩地点。福岡県内のみ及び、香川県内のみの利用不可。使用車両、三菱不装エアロエースハイデッカー独立三列シートで、 運行。坂出駅で乗務員が交代する。かつて、サヌキエクスプレス名古屋を共同運行していた名鉄バス。丸亀市、坂出市、高松市、徳島県鳴門市と愛知県名古屋市を結ぶ夜行高速バス路線。四国高速バスの単独運行だが、名古屋側の運行支援を名鉄バスが行っている。運行経路。 停車停留所丸亀駅、全通時インターバスターミナル境出駅高松駅、高速バスターミナル夢タウン高松高松中央、インターバスターミナル高速三木高速指導、高速津田、高速大内高速引田鳴門西、名鉄バスセンター遠隔運行開始当初の、瀬戸大橋、高速バストリトン号専用車両費のセレガ GD 以下の路線は予約、発見業務のみ行っていた。 サヌキエクスプレス名古屋高速路線バス専業事業者のため、高速バスタイプ車両のみが在籍する。メーカーは三菱不走と日野で、路線も拡大や利用者増加、増備時の事情に合わせて、車両の増備を行っているため、車種だけではなく内装の違いなどの際も多いが、大半の車両は固定窓である。次の6タイプに対別される。3列。 シートセンタートイレ乗務員か民室あり3列、シートリアトイレ乗務員か民室なし4列、シートリアトイレ直結クーラー式のエアポートリムジン使用で入り口横にエアポートリムジンのロゴが入る。この車種は固定窓でない。4列、シートリアトイレ3列プラス4列シートリアトイレ5列目から4列になる36人乗り。丸亀神戸、大阪専用として導入されていたが、現在は、 松山線で運行されている。車両へのこだわりが強いことで知られている。新型セレガやエアロエースでフラットな客室床が標準となる。以前からフラットな客室床の採用していた車両が存在する。他にもカーペットを敷き詰めた客室、センタートイレや固定窓車両の導入、カーナビゲーションシステム搭載などのこだわりが見られていた。しかし、 大阪線の大量増発に伴う増備前後から競合バス会社の参入による価格競争の勃発もあり一部車両はコスト重視となりハイデッカー車リアトイレの採用など低コスト化も図られたものもあるその一方日本バス協会の高速バスにおけるバリアフリー対応として推奨された車内案内表示装置はブラウン管または LCD 式のディスプレイ型装置をほとんどの車両に備えている。新型車両の導入も早く、新型セレガやエアロエースも登場間もなく、増備された。車両の外装は、当初はアイボリーに3色の帯が直線に入り、新宿線の愛称ハローブリッジのロゴが入るデザインだったが、松山線開業用に導入された車両からは、アイボリーに3色の帯が 過剰にデザインされ、車両後部にトリプルライナーのロゴが入ったものに変更されている。このトリプルライナーは、相性ではなく、四国高速バスの出資三社をイメージしていた。その後、サヌキエクスプレスロゴに加え、同社のキャラクターマスコットラピットくんがデザインされた、車両も登場している。ありがとうございます。